こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回は全仏オープン男子、ケッチナートについてです。以下引用。テニス全仏オープン第10日、男子シングルス準々決勝、2018年6月5日、パリ・ローランジャロス、全仏オープン男子シングルス準々決勝、ジョコビッチを下し、歓喜のケッチナートコート上でインタビュアーが歩み寄ってきた。これは夢じゃないよ。マルコ・ケッチナート、イタリア、はそれでも信じられない様子で、本当に、俺まだ寝てんじゃないのかな、と男泣きした。過去出場した4度の4大大会は全て1回戦敗退。昨年の全仏は予選で敗れて本戦出場すら叶わなかった。現在のランキングは72位。それが4大大会初勝利は愚か、3回戦、4回戦と上位シードを破り、ついには準々決勝で元世界1位のノバク・ジョコビッチ、セルビア、を破って4強入りまで果たした。片手バックハンドはジョコビッチのバックハンドと打ち合っても引けを取らず、ストレートへの展開力、巧みなドロップショットを繰り出す、多彩さも兼ね備えている。2-5 から追いついた第4セットは、タイブレークの13-11の激戦。4度目のマッチポイントでついに、リターンエースを決めると、人生で最高の瞬間だった、とコートに大の字になった。イタリア男子にとっても、全仏4強入りは40年ぶりの快挙でもある。ケッチナートは、16年6月に、下部大会での八百長疑惑で、イタリア協会から18ヶ月の出場停止処分を受けた。その後、嫌疑が晴れれて処分は撤回されたが、汚名を注いであまりある快進撃となった。イタリア人らしく、普段はサッカー好きで AC ミランのファン。セリエ A だけでなく、スペインリーグやブンデスリーガまでチェックするほどだという。4月にはラッキールーザーからのツアー初優勝も飾っており、何か思っている男なのは間違いない。人生が変わったと思う、という劇的勝利で、夢物語はまだ続く。準決勝では TM、オーストリア、相手に再びの番狂わせに挑む。ご視聴ありがとうございます。毎日配信していきますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。